ピアチェンツァ県は、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州に属する県。県とはピアチェンツァ。東西に長いエミリア・ロマーニャ州の最も西に位置する県で、北にロンバルディア州、西にピエモンテ州、南西にリグリア州と接する。県とピアチェンツァは、県域の北部に位置しており。 ミラノから南東へ6 1トル、ジェノバから北東へ9 2トル、シュートボローニャから北西へ1 4 5メートル、トリノから東へ1 5 7トル、シュトローマから北北西へ4 1 9トルの距離にある。隣接する県は以下の通り。ピアチェンツア県2001年に行われた居住地区別人口統計によれば人口1万人以上の都市は以下の通り。 うちは所属コムーネ名を示すが、都市名と同一の場合は省いた。ピアチェンツァ021013039035006011038037007ピアチェンツァ県には48のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。右の地図中の番号は、 コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては番号を太字で示した。ありがとうございます。